放っています。これが同点打となりました。低いボール、ワンストライクスリーボール。1対1依然同点。さあこの試合どこで動いてくるのか。外へ、枠いっぱいに決めてきました。バッターデントナ、さあ2スリーになった。落ちるボール打ちました。セカンドへの打球、一塁に送ります。一塁アウト、ランナーその間に三塁へ。そして打順は DH ガイエ、その注目のバッターボックスです。この状況であればね、リード取りたいですよね。はい、この場面は点を入れておきたい。さあ初球です。最初のボールを決めました。ワンストライク。ここまではヒット2本をすでに放っています。ただまああと1本打ってね、猛打賞を打ちたいでしょうね。はい、今度もまっすぐできました。2ストライクです。2アウトになっています。三振、3アウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。ここは期待に応えられません。ホームベースは遠い。非常に嫌なムードですね。打線に火がつきませんね。調子というのはチームに伝染することがあるんですよ。はい、ベンチは胃が痛くなりそうです。さあマリーンズ、この後8番から始まります。8回の裏、マリーンズの攻撃。先頭のバッター里崎、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。最初は変化球、空振りです。今のね、低めで外れてますけどね。なるほど、それで空振りになったんですね。ここまでのマリーンヒットが6本、しかし1点しか取っていません。あっとストレートきました。ワンエンドワンになりました。6回の2打席目、セカンドゴロに終わっています。さあ3球目、あっとストレート、このボール球を振らせました。攻撃中のマリーンズ、先ほどのイニングは残塁が3つ、そして得点はなりませんでした。外れています。これは釣り球、引っかかりません。これが3回目のバッターボックス。これはいい当たりだ。これは低い当たり、レフト。この当たりはセンターの前に落ちた。ワンバウンドヒット。さあ達川さん、今のはどう見ますか。今のフライランなんですけどね、ヒットになりましたね。ですね。そしてヒットになりました。そして打順が変わります。岡田バッターボックスに入ります。まずは外から来ました。1球外しました。これはボールの後もボール。これは伸びのあるストレート、スリーボールになりました。ボール球には手を出してくれません。フォアボール。目がついてきますからね。はい、見極めやすいボールでは通用しませんね。いや、結果を恐れずにここは気持ちで向かっていってほしいですね。気持ちの入ったボールはやはり違うんですね。まあ目には見えないんですけど、それは違いますよ。まずはストライク、ワンストライクノーボール。ノーアウトランナー二塁一塁です。辰川さん、マリーンズはどんな展開に持っていきたいですか。このスコアリングポジションのランナーはね、大事にいきたいですよね。はい、このランナーを返すことはできるんでしょうか。はい、高めのインコース、ワンストライクワンボール。吉野、今日の7回までのピッチング許したヒットが7本、この回1本打たれています。ここはスライダーできました。ワンストライクツーボール。吉野、ここまで許したヒットの数は7となっています。座元、ボールカウント2エンド2。西岡、この試合の出塁は2回あります。次が5球目。この変化球は外れています。フルカウントになっています。バッター西岡、さあフルカウント第6球。まっすぐ決まった。
期待に応えたいこの場面、今江そのバッターボックスとなります。どう組み立ててくるか。まずは見送りました。ワンボールになりました。次の2球目、外のボール、変化球、変化球ときました。今江、今日はまだ塁に出ていません。今度はまっすぐできました。ワンストライクツーボール。今日4回目のバッターボックスに入っています。バッティングカウントになったが、スイングして空振りです。ボール球に思わずバットが出ました。8回の裏、ワンアウトになりました。さあ何を見せるか。ボール。バッター落ち着いてますね。はい、バッター今江、さあフルカウントになった。ピンチがさらに広がりました。早く自分の投球を取り戻したい。いや、気持ちが散漫になってますね。バッターに意識がいってませんよ。ランナーが出ると途端に落ち着かなくなるタイプがありますね。さあバッテリーがマウンド上です。ファーストも行きます。スワローズ2番手のピッチャーを出しています。松岡。まあ当然ですけど、よく投げましたよね。ワンアウトフルベースのピンチという展開。ここでマウンドに上がります。こんな場面で投げなきゃいけないんですから、リリーフも大変なんですよね。はい、どんなピッチングで抑えていくんでしょうか。マリーンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか、井口。さあバッターボックスです。このバッターはね、ここ一番という状況ではね、結果出してますからね。はい、得点圏にランナーを置いてからのバッティングは要注意です。さあどうでしょう。なーっと、ここは警戒します。今日はまだヒットはゼロ、出ていません。外へ、ワンストライクツーボール。7回の前の打席、セカンドゴロに倒れています。これは外れています。ここはバットを出しません。今日のバッティング3打数ノーヒット。あっと、押し出し。ゆっくりと勝ち越しのサードランナーが帰ってきます。まあここで気持ちを立て直せばまだまだいきますよ。そうですか。ボール自体はまだ通用していきそうですか。はい、まだ十分通用すると思います。いい場面でホームランバッターに回りました、キムテギュン。そのバッターボックスです。ここで4番ですよ。本当ピッチャー厳しいと思いますけどね。はい、ピッチャーここは慎重に投げなければなりません。最初のボールを決めました。カウント1ストライクノーボールです。この回フォアボールでの得点を与えています。これは外れてボール、ワンエンドワンです。この回勝ち越しを許しています。ストレートできました。当たりませんでしたけど、いいスイングですよ。豪快な空振りでした。これが4回目の打席。やっときました。大勝ち通りのゲッツーコース、2塁アウト、アウト、1塁アウト、ゲッツー成功、3アウトチェンジ。8回を終了、マリーンズ1点を追加、2対1、連鎖を開きました。マリーンズ、ピッチャーの交代をお知らせいたします。守護神が立ちはだかります。おとなしく引き下がるわけにはいきません。このピッチャーもただものじゃないんですけどね。それを打って見せ場を作ってもらいたいものですよ。そうですよね。ファンの注目を一身に浴びますからね。9回の表、スワローズの攻撃。バッター、愛川。どうしても塁に出なければなりません。まあ動く。外のボール打ちました。ショートの前。最終回、ここで同点のランナー。おっと、
ベンチのサインは送りバントでしょうか。そうですね、ここでランナーを進めておくとチャンスが広がりますからね。なんとしてもチャンスを広げたいという気迫が伝わってきます。さあ第1球送ります。サードが抑えます。二塁フォースアウト、サードゴロに終わりました。一人倒れて次のバッターです。鬼崎、9回の表ワンアウトです。1位のボール打った、これはセカンドになります。取った、二塁アウト、一塁手層クラッセーフ、一塁はセーフ。ここでね、一発出ると面白い状況ですけどね。はい、一時は終わったかと思ったんですが。そして次のバッターを迎えます。菊池、勝利まであと一人になった。低め打ちました、これはピッチャー正面、一塁送球アウトです。最小得点差で切り抜けました。この試合は2対1マリーンズの勝利となりました。さあ今日のヒーローです。では投球成績からご紹介しましょう。2人目に登板、1回被安打1、自責点0、勝ち星がついています。次に打撃成績なんですが、3打数でノーヒット、四球1、打点1、いい働きをしました。さあこの2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。放送時間の方がなくなってまいりました。ロッテ対ヤクルト、ご覧いただいてまいりました。この放送の解説は辰川光雄さん、そして黒木智弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。